地滑りの恐れがあるとして呉市広塩焼に出されていた避難指示は今日午後すべて解除されました。現在発令中の避難指示を解除いたします。今日午後呉市が開いた災害対策会議、呉市広塩焼の4世帯6人に出していた避難指示を解除しました。山の異音が確認されたのは先月26日でした。現場では小規模な崖崩れが起きていました。今朝県や市の職員が現場を確認し、通常の雨で被害が発生する可能性は低いと判断しました。大変心配したんですけど、完全に OK というわけではないんですが、最小限の対応で済むということが分かりまして、非常にほっとしているところでございます。呉市は今後の雨の状況によっては広塩焼地区の一部では他の地区より早い段階で避難指示を発令することにしています。